はい、そのまんま公園の駐車場です。今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。家取れた。いや、いい天気ですね。いい天気ですね。紅葉も綺麗だし、柿も綺麗。入って、はい、歩く歌石園地を目指します。行きます。行きますよ。歌石園地ですね。はい、渓谷内に入っていきます。遠足って感じ。歌石園地来ました。おー、綺麗綺麗綺麗。違う、茶色だねこれはね。なんだろうね。おー、うん、化粧できるやん。まだこれでもね、日が当たれば綺麗だと思うよ。おー、綺麗。すごい谷がめちゃくちゃ綺麗だな。はい、紅葉をめでてます。自然をめでる心がありましたか。はい、歌石園地でした。ショートカットしたいと思います。勝ったぜ。おお、ここから見る紅葉も綺麗だね。綺麗、いいね、いいね、綺麗綺麗綺麗。うわ、めちゃめちゃ綺麗だな。ここすごい、すごい綺麗。大滝渓谷やばいな。日が差したらやっぱりキラキラしてるわ。めちゃめちゃいい。この道の雰囲気もすごいいいね。これに紅葉が入るっていうのはすごいいいわ。めちゃめちゃいいになる。はい、椿園地来ました。うわー、綺麗なんだよな、ここも椿。あ、椿のトンネルがある。行ってみよう。おー、椿のトンネルいいね。おー、すげー綺麗。めちゃめちゃ綺麗やな。もうすごい。うわぁ、すげぇ真っ赤っか。これはいいわ。どっかでも売れ。おぉ、綺麗。これはほんといいね。おっと、ついにカメラマン魂が。はい、椿のポイント来ました。おお、すごい、やっぱ満開や。思った通り、すげえ綺麗。おお、ちょっと日が差してないのが欠点ですね。おお、綺麗、すげえ咲いてる。いやー、すごい、今日は当たりだったな。日が差してほしいね。だいぶ葉っぱ落ちてるのも多いですね。でもおお、すごい綺麗。何種類かあるの？日本小宮山園地。小宮山園地だっけな、ここは確か。小宮山園地今すごい
すごい登りっぷり、はい、すごいすごいすごい、ちょっと、うん、思ってたのと違った。どっち？え？どっち？いや、こっち。ほんでどうなるのかな？からの？登った。登った。道ありました。ちょっと分かりにくいね、ここの道。ここ景色良さそうだね。ここだったんだ。おお、すげえ霧がキラキラしてる。トンネル感がすげえ。すげえすげえすげえ。あ、みんな来てる。いい。はい、来ました。我が家に帰ってきましたよ。我が家に帰ってきた。もういい。何か気配を感じる、うん、後ろに何かいるんじゃねえのかな。おお、彼は夜勤明けでおかしくなってますんで、ちょっと許しやってください。残念です。はい、天ヶ峰の登山口に入りました。すげえ日が当たってきた。おお、ここすげえ気持ちいいな。おお、めっちゃいい、めっちゃいい。おー、綺麗。自然じゃなくなるんですよ。この二人は本当自然じゃなくなる。何事かと。いいよいいよ。なかなかのどうなのに、うん、これ上がってけんだよね。はい。いよいよ急登の部分に入りました。暑くなりそう。紅葉綺麗。ちょっと終わりがけっていう感じはしんでもないけど、まあまあ綺麗ですね。天気もいいし気持ちいいわ。あれ、クライマーの方ですか。さあ、山頂感が漂ってきた、うん、もうちょっとだ。はい、尾根に出ましたね、これは。いや、綺麗だな。キラキラしてる。ちょうど日が差してきた。はい、ゴール着きました。おお、結構ショール。はい、着きました。天ヶ峰の山頂。はい、では帰ります。いや、すごい絶景だった今日。めちゃめちゃ遠くまで見渡せましたね。さすが日吉さん。はい、なんと雨が降ってきました。残念。
でめっちゃパラパラいってる。おお、これは綺麗。いやー、この辺りほんと綺麗だな。おおげ、曇りでも綺麗だ。すごいなこれ、めちゃくちゃ綺麗。すごい。ここも綺麗やね。はい、今天ヶ茶屋に向かってます。おー、綺麗だね、ここら辺も。どう？うん、さあ、空いてるでしょうか。行ってみないとわからない。はい、着きました。はい、やっと来ました。あったかい。やばい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 。織田がつき、橋場がこねし、天下持ち、座りしままに食うは家康。そう。おこれです。寒いさね、なんか。ほんと寒いわ。あー、寒かった。うんうん。はい、ちょっと高月院まで行ってから帰りたいと思います。この辺も死ぬぞ。確かにすげえ。マジっすか。高月院チャンネルです。見なかんかもしれん俺、うん、月曜日憂鬱な方って俺やねえ。よし、ご縁がありますように。はい、ご縁がありますように。何のご縁って。あの、村上さん、お賽銭箱にお祈りするんじゃなくてあちらにお願いします。あちら、あ、そうだ。いろいろ間違ってますよ。いい音だ。すごい煩悩が断ち切れた音がしたよ。煩悩が完全に消えた。やっぱり、うん、村上さんの煩悩が消えたら相当すごいよ。うん、相当怒りやからこれ。ねえ。あー、すごい響く。軽いね、意外と。いったね。素晴らしい。ヒーローかな。いい。こんな組みやらなかった。そうだね。うん。一番煩悩の塊と言われてるからね。はいはいはい、あ、しかも頭悪い。向こうに投げたのに。